そう行きたい。ダブルにしてそんな多くなかったですよ。玉ねぎさん、さきべいさん、いらっしゃい。もつ落語めっちゃいいじゃないですか。移動前のサラダです。どういうことや、キミさん。これあげといてください。今起きたんですけど、あ、そう。ミクちゃんか。なるほどね。ハートありがとう、頑張りました。ビスケッツにこれ以上。お手紙もありがとうございます。さすがに言うていたわね。にぎやか。聞こえます？山さん、こんにちは。ピンピンしてるよ。
ピーパンだか。イベント26かです。26から。マッキング。やばかった？待って、雰囲気変わらない。なんだ？26出張？どこ行くの？26は8時からします。ありましたっけ？いいことやけど。毎月限定期してるやん。味覚がちょっとやばい？味しなかった？今日ですか？そっか。いいな、いいな。
ろうそれ。やりそう。15分もある。スペインの友達と行きました。ユニバ一瞬ラジオしてムシムシしますな。熱中症には気をつけてくださいね。めっちゃ行けないから来ちゃう。緊張。こんなさんいらっしゃい。え2000円の深夜バス何それ安っ。繋がってるよ。ちょっとあれよかった。バーベキューのチケット完売ですか。まだまだ、むしろ予約も少なすぎて困ってます。本当にディズニーランドに実弾ないです。ディズニーランドに実弾銃のコーナーないです。今は外におる。聞こえてる。2000円の夜行バスやばいね。日本外におる。一般販売は7月1日からです。もし行けそうだったらぜひ来てください。もし可能であれば。命名感変わらんない。日本ですよ。なべちゃんいらっしゃい。本当に言ってますか。何その優しさ。来てほしいけど来てほしいけど。山崎さん2050考えるけど。ジェイさん、ゴーさん、誰、ゆっちゃん、ゆっちゃん。15分経過。ブラフワに言っといてください。ブラフワさん来てくださいって言っておいてほしい。みんなお友達連れてきてほしい。友達が、ガチで
黒でおしゃれな。白と黒は案外普通ですけどね。休んでる間にちょっと困ってこまって休んで、そうですよね。休みでありますようにって祈っといていいじゃん。暑いね。暑いですね。でもなんか建物の中とかが寒くて、私はめっちゃ寒がってる。そう、マジ負けてる？あんだけ買ってたの。してる人おる。背筋を伸ばして。しみさん、こんばんは。こんにちは。今日めっちゃ暑かった。私、ずっと部屋の中にいるからさ。
間なのよ。しまった時、マジで言ってないやつ。あれのロックダウンって何？難しくて匂う。やだな。臭いのはやだ。したら聞こえやすいですか。ここで喋ればいけるかな。ちょっと喋るわ。これぐらいの距離感で喋るといい。三三で分かれてすごいね。とっさにそうやろうってなるのがすごくない。確
走ったりできないけど歩くだけなら大丈夫。うんジャンプとかはできない。息は上がっちゃう。アカウントアップで配信する。じゃ恥ずかしいよ、すっぴんやし。ゆうちさんこんにちは。声が聞こえづらいかもしれないからラジオでこうなんか電話ぐらいの距離感で喋ります。これぐらいならまだマシなはず。アイズオンリーでも可愛い。アイズオンリー怖い。私が恥ずかしい。私が恐怖や。明日もちょっと忙しいなのであんまりできないんですよ。あんまり喋れなくて。4月8、9で大阪行けないってライブに来てるけど無理だわ。ライブ、彼女さんの推しさんのライブがまた大阪であるんですか。大阪の人ってわけではないんでしょう。だってのあうん違う、あの推しさん、推しさん、彼女さんの推しさん、彼女さんの推しさんも埼玉な。埼玉埼玉みんな埼玉やん。やつは結構やがやか体力作りと熱中症予防してやで。スポーツマンやな。スポーツマンと一緒や。全く一緒や。都内やけど大阪にも遠征しに行くアイドルさんってことか。すごいね、ほんまね。給料入ったらタクコート追加する。タクコート、ありがとうございます。嬉しすぎる。一人で大阪行かすの怖いね。お父さんじゃん、パパじゃん、パパじゃん。メタメタ方向音痴なの。私たちの後の部が面近かったけど時と全然違って言われた。え、どんな感じに変わるんですか。そんなに違うの。なんかさ、あ、そういうことか。メンズやかね。女の子がいっぱい来るんや。地名読めなくてもね、日本語喋るからいけるよ。意外と意外といけるよ。逆にだからそのあれじゃない、メンチカさんのその女の子さんたちもファッシーなとこ見て、え、待っておじさんしかおらへんかって思ってたかもしれへんね。逆に逆パターンがあるかもしれない。
女の子いたとしてもさ、やっぱメンチカには負けるじゃん。ルカス、イメチカに放置して隠れてるそうなの。怖い怖い怖い。じゃあ女の子ほとんどおらんからな、だって。いやーね、やっぱ比べるとあみんな違うもんやなってなりますよきっと。ホルモンミックスも売ってなかったしって、あもう見てニコニコしちゃうんや。だってこの間のミュージカルも結構、女の子のファンいっぱい多かったけどさ、1月の皆さんなんか本当に推しを、なんだろう、あったかい目で見てた。女の方、女性の方がみんな男の子の共演者さんをなんかもう本当になんか、なんだろう、幸せオーラでハートのフィルター見えそうになるぐらい優しい目で追っかけてて、すごいなと思った。羨ましいぜ。女の子のファンいないからね、私あんま少ないからね。なんか女の子の黄色い声援とか浴びてみたい。浴びてみたい。なんか皆さんがいるから嬉しいけど、もちろんでもなんかさ、ちょっと憧れるじゃん、キャーみたいな言われてみたい。生まれ変わったらジャニーズとかに入ってキャーキャー言われてみたい。ちょっとちゃうな、シンジさん。ちょっと違うな。女の子は文字でキャーは書かへんやな。ちょっと生温かい。生がつくだけでなんかすごい気持ち悪くなるな、日本語って。怖ってきた。怖い？生ってきたら？生つくと怖なの。ビールと生ビールの違いって何なんですかね？急やけど。急に。なんやで、生まれ変わるね。タッキーの事務所が大きくなってね。ちゃんと時系列しっかりと。生ハムとハムもだいぶ違う。確かに違う。製法？だってビールってほとんど生でってみんな言うもんね。だって生でって言ってる姿しか思い浮かばへんから、逆に普通に生ビールとビールの違い分からへんから、加熱の違い、味も全然違うの。まあ多分ローって意味で生なんやろうなと思うけどね、熱通ってないと生ってもね。こんにちは、ケンケンさん、こんにちは。殺菌は仕方ないやろな。味も変わりますが、あのビール好きの皆さんからするとやっぱりビール好きという決めつける。明日渋谷行くの？坊ちゃん明日、え、明日ライブなん？坊ちゃん聞いてないぞ、昨日も喋ったのに。何入ってるやつは生ではない。あ、そういうことね。なるほどね、なるほどなるほど、わかりやすい。今
缶も瓶も生ビール。あ、じゃあほとんど生ビール。こうちゃん、いらっしゃい。うわ、ビールサーバーあるの？めっちゃいいやん。2週間お酒飲んでない。傾向、健康。ラッピーさん、いらっしゃい。道やん。あ、もうこんな時間やん。ちょっと終わろう、一回。もう気づいたらこんな時間やったのでちょっと待ってね、みんな。終わるわ。お疲れ。急なんですが、急なのですがそろそろ行きます。今飲んだら多分大変。絶対飲んだ。ドラッピーが来た。ドラッピーはちょっと狙ってません？もう飲んでんの早っ。キミさん、ウイヒロさん、こんにちは。頑張るわ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、一瞬少々お待ちください。終わっちゃうのにごめんなさい。もう終わってしまう。てつさん、こんにちは。デジマ？さてよいしょ。とりあえず一回カフェを出ました。 OK。 では今日の夜マネージャーさんの家からできそうであればちょっとだけやるけど、遅くて無理そうやったら寝ちゃうかもしれないです。はい、できそうやったらやりますね。で、26日からガチイベ始まります。あ、これ顔出して言ったらいいんか。はい、26日からガチイベが始まります。スケジュールは大体決めたんですけど、28、29のスケジュールが確定せず、ちょっとひょっとしたらギリギリに変わるかもしれない可能性が出てきていて今なので、とりあえず支障なさそうな感じに作り上げて、今日ぐらいに夜までにはチャットのところに載せれたらなと思います。はい、で載せましたらそこでこれでいけるかっていうのをちょっと確認していただいて、で26日からちょっと2日まで頑張って、やろうと思ってるので、ガチで応援よろしくお願いします。30日はトークコートがあります。結構今回枠がまだ余っているので、金曜日っていうのもあるんですけども、ちょっと寂しいので、まあまあもしよかったらゲットしていただけたら嬉しいなと思います。ジンジさんも頑張って応援よろしくお願いします。それではランキング4で終わろうか。ランキング見ますね。じゃあ変更あったら SNS で言いますね。どこかでどうしようかな。お願い。ちょっとランキング見ます。うわ、ちょっと待って、なんかランキングがさ、数字が出てきてない。なんでや。
こうか。出た出た出た。13位ルーカス、12位みっちゃんさん、11位ビリーさん、10位ユーティ、9位ヨイチさん。あ、すいません。よく携帯落ちるんですよ。もう一回読むわ。もう一回読むわ。どこまで読んだか忘れた。13位ルーカス、12位みっちゃんさん、11位ビリーさん、10位ユーティ、9位ヨイチさん、8位ヤマさん、7位上広さん、6位ドラッピさん、5位、ズカさん、4位ただゆきさん、3位なめちゃん、2位かまかりさん、そして1位は玉ねぎさんでした。ありがとうございました。私に落とされて私に拾われたっていう、どっちの気分も味わいましたね。すいません、よく落とすんですよ。割れなかったです、大丈夫、はい、すいません、握力が弱い。ほんならね、みんなありがとうございました。じゃあね、バイバーイ、行ってきます。お付き合いありがとうございました。みんな寝んの早い。